皆さんこんにちは、大堀一二三でございますけれどもね。さて、今回もアコギの滑り第140回目ということでやっていきたいと思います。以前私、サウンドハウスでですね、数種類ちょっと買うものがあったわけですけれども、今回その中でですね、レビューしたいなと思っているものが一つあるという話をしましたけども、こちらジムダンロップ。私もね、ジムダンロップのカポ、こういうカポ持ってたりするんですけど、そっから出してるですね、ビクターカポということでですね、僕にとってはビクターカポって聞くと結構なんか敷居の高いカポタストっていうちょっとイメージがあって、アコースティックギターを知ってる人にとってはかなり有名なカポタストなんですけども、カバの牙のようにあーっと口を開けたような感じになってますけども、バネ式のカポタストでございまして、これを回すことによって開きをね、調節するということになるんですけども、弦を受け止める場所、そしてまたここは根っこを受け止める場所、そしてですね、ここにはダンロップと文字が彫ってありますけれどもね、はい、ダンロップ、ヤマハ以来のですね、久々のネジ式のカポタストということで、ずっと使ってみたかったカポタストの一つであったんですけど、今回ついに手に入れました。対象になるのはこちら、我が日本高峰ですけれどもね、DP861C、こいつですね、試しにやってみようということでいきたいと思います。遠巻きに皆さんにご覧にいただきましょう。はい、こんな感じ。これそのままね、もう上の方に持ってって、さっき見せたネジを締めるだけということになります。はい、これで終了。あっという間ですね。こんな感じです。見えてます。で、上にこうやって持ってって、そしてこうやって回すだけです。これでもう装着完了です。もうこれで一発ですね。もうすぐに終わっちゃうね。非常に便利なカポでございます。これで終了です。裏側はね、こんな感じで、はい、しっかりとですね、受け止める構造になってます。非常に優しいでございます。こんな感じになってます。終わります。このように上からスッと、これ取っ手になってますからね。でネジを回して、これで終了。ご覧になって分かったかと思うんですけれども、非常に装着のしやすいカポタストだということがお分かりいただけたのではないかなと思います。ネジ回すわけですけど、取っ手になってるってこともあって、非常にね、もう取り付けが本当に簡単。このネジの力の入れ具合がどれぐらいまででいいのかっていうのはちょっと分かりづらいんですけど、本当に綺麗になってくれますよね。やっぱりネジ式のカポの良さっていうのは、回すネジでね締めてくれるっていうのがあって、確実に綺麗な音を出したければネジ式のカポっていうのがやっぱいい、このヤマハのカポを使ってきて思ってたことなんですけど、音の綺麗さに関してはかなり安定してるという感じがありますよね。この高峰に関して言えば、一番標準的なネックの細さだと思うんですけども、1弦がたまにちょっとビリつくかなっていうのはあるんですよね。そこら辺に関してはこうネジの締め具合とか、基本当たり前なんですけど、フレットのギリギリのところでつけるという、そういう処置を取ってみたりとかした方がいいと思うんですけど、でもそれでもやっぱちゃんと綺麗になってくれますよね。もうこのネジをね、調節するだけで取り外しができるというこの利便性と、確実になってくれるということがビクターカポの良さなんじゃないかなと、そんな風に思うわけですけれども、7フレットあたりなんかつけますとですね、ちゃんとこのようにですね、ネックの幅を気にすることなくちゃんとね、なってくれます。ポジでもハイポジでも本当に違和感なくつけることができるという利便性があります。極太ネックの例であるですね、このサイトさんの J45 ですね、幅も広ければ厚みもあるという非常に極太ネックの仕様なんですが、これでもね、やはりしっかり対応してくれます。シャブとかグライダーカボみたいに極太ネックだと対応できないよっていうことがやっぱりありません。さすがネジ式ですよね。ネジ式の便利なところ、ネックのね、太さだったりをあまり気にする必要がないというところがありまして、このようにつけても全然
問題がないという感じです。ネックがこんなに幅があってもですね、しっかりとですね、機能を果たしてくれております。ネックの太さを選ばないということも、まあこれで分かっていただけたんじゃないかなと、そういうふうに思いますけれども、非常にこう愛嬌がある形でね、こう口が開いていくような、そしてまた時に口が閉まっていくようなね、時にはなんかこうマッコクジラみたいなね感じもしなくもないね、カポタスト界のクジラみたいな感じでですね、私も呼びたいなと思っちゃってるわけですけど、先ほども言いましたように非常に便利かつしっかり音も鳴ってくれると、そういうところがある。便利でちゃんと音も鳴ってくれるというこの2つの機能がしっかりしてるカポタストっていうのがなんだかんだで一番いいですよね。ダンロップのビクターカポね、レビューしてみましたけれども、皆さん、どうでしたでしょうか。ぜひとも機会があったら、チェックしてみるといいんじゃないかと思います。ということでまた次回お会いしましょう。大堀一さんでございました。ではさよなら、バイバイ。泳いでる、なんかクジラみたいな。